では早速今日にご挨拶をお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました旭川市長の今津博介でございます。いつも市民の皆様に大変お世話になっておりますことを改めてこの場をお借りして感謝を申し上げたいと思います。今市方市議会議員の先生方がこの町が変わってきた、少しずつ町が前進をしている、さまざまお立場からお話をいただきましたが、私が今市政を担うことができているのも今日支えていただいている市議会議員の先生の皆さん、そして今日ここにいらっしゃるたくさんの市民の皆様のおかげでございまして、改めて心から感謝を申し上げます。本当に皆さんありがとうございます。この買い物公演はもう何百回も私ら選手、その今自民党の旗が立っているところに立っています。そこでお話をしているといろんな方が私に声をかけてきていただいて、今さん将来旭川をこういう街にしてほしい、あるいは旭川のこういうところを改善してほしい、毎日市民の皆様からお声掛けをいただいて、このおかげで私は85の公約を作って、そして選挙戦に挑み当選を出していただいたところでございます。まさに市政100年というその歴史の節目に、私が、市長として相談をさせていただいたことに非常に重責に身の締まる思いがすると同時に、もっと市民の皆さんとこの町を素晴らしい町にしていきたい、その思いで私は今日々市政に当たっているところでございます。当選を出していただいてすぐに行っていく、実行すると言っていた3つの公約がございます。それはこの新型コロナウイルス禍から何よりも市民の皆様の命、そして健康、そして暮らしを守っていくこと、さらには長年市民の皆様が悩まされていた除排雪の問題をしっかりと対応していくこと、そして3つ目がこの町で残念ながら起きてしまったいじめの問題の真相解明、そして再発防止を行っていく、この3つをまずは取り組んでいくんだ、私はその訴えをして当選をさせていただきます。私が就任をしてから今日まで293億円にわたる新型コロナウイルス対策の予算を執行して、まずは今非常に苦しんでいる旭川の市内の企業の皆さん、あるいは団体の皆さん、市民の皆様の暮らしを足元からしっかりと支えていくんだ、そして私は就任をしてからすぐにワクチンの接種率も上げていくことによって市民の皆さんの暮らしを守っていくんだ、全精力を傾けてきたところでございます。またさらには先ほど来お話がありますけれども、除排雪の問題は就任をしてすぐに3億5000万円の補正予算を確保し、あらかじめ予算を確保することによって除排雪の機材の人員だったり機材だったりしっかりと確保し、いつ入りが来てもいいような対応を行っていく、そのことによって生活道路の排雪埋蔵も掲げ、また国と道と市と連携協定を結ぶことによって除排雪先進都市を今旭川はまさに目指しているところでございます。で今年は昨年よりも雪がだいぶ多く降っています。どうも私は去年は旭川に行くと雪が少ないでこう言われましたが、実は毎年の8割程度は降っていたわけでありまして、夜を停止して日夜たがわず頑張っていただいている除排雪の企業の皆さん、また市の職員の皆様に改めて心から感謝を申し上げたいと存じます。今年もさらに除排雪を向上するべく ICT 化を図っていく、引き続きチームですが除排雪体制を引いてしっかりとこの除排雪の向上に取り組んでいきたいと思いますし、皆さんこの除排雪の問題は何よりも救急、あるいは消防、あるいは通勤、そして通院といった私たちの暮らしに命に関わる問題ですから、
ありますことをご約束をさせていただきたいと思います。そして3つ目がいじめの問題です。話すことも心が大変苦しくなりますが、現状をお伝えさせていただきたいと思います。今年9月に第三者委員会からの最終報告がなされたところでございます。しかしながら、いじめの認定の部分といじめと自主との関係が明らかになっておらず、私自身もこの報告書をしっかりと読み、さらにはご遺族の皆様からのご意見、保健所にも書いてあります通り、この一つの問題をしっかりと真相を明らかにしていくべきだ、この思いから今日続々の再調査委員会を発足させて委員長には小木直樹氏に就任をしていただいて、先般その第1回目の会合が開催をされたところでございます。この問題をお話しする中で本当に辛いわけでありますが、何よりも大切なことは、真相解明のためにご遺族が今ご心配に持っている、どうして自分のお子さんがあの寒い2月の旭川の長山の公園で亡くなってしまったのか、その真実を知りたいという、その思いを明らかにすると同時に、真相解明をしっかり行って、二度とこの全国からいじめの問題をなくしていく、いじめを根絶していくんだ、そのために地域で子どもたちを守っていく、学校教育委員会で子どもたちを守っていく、そして加害者のこともしっかりと思いを寄せていく、さまざまな対応をする、当然地方部局にいじめ対策室を作ってしっかりとこの対応を行っていく、この全てを含めて旭川モデルというものをしっかりと作り上げて、全国の地方自治体でも活用していただいて、さらには国でも私たち組長でしっかりと訴えていきながら、全国に対して活動を広げていきたいというふうに思っているところでございます。これから再調査委員会が進んでいきますけれども、逐一報告をさせていただきたいと思います。前第三者委員会の問題は、ご遺族側との信頼関係がなかったこと、そして今どういうところまで調査が進捗しているかという報告がないがために、多くの市民の皆さん、国民の皆様が不安に感じていたこと、不満に感じていたこと、こういった問題に対しても、しっかりと取り組んでいきたいというふうに思っています。まもなく時間でございまして、残念ながらあまり多くはお伝えをできませんけれども、皆さん、これから私たちの愛する町旭川市はもっともっと良くなっていきます。就任1年3ヶ月が経ちましたけれども、私はその今手応えを十二分に感じているところでございます。市民の皆様が思っているこの町を変えていこうという思いを、私とそして今日ここにいらっしゃる市議会議員の先生方、さらにはこれから市政を担おうとしている新しい候補者の皆さん、お一人お一人に皆さんの声を伝えていただければ、私たちはしっかりと責任を持ってこの思いを政策に変え、そして市政の場で皆さんの思いを政策として実現をする、そして旭川は変わっていく、元気で明るいワクワクする町に、そして子どもたちがこの町にとどまっていられる、さらには一度出て行かれても帰ってくる、そしておじいちゃんおばあちゃんとみんなで仲良く暮らしていく、そういう旭川を皆さん一緒に作っていこうではありませんか。どうかお力添えをよろしくお願い申し上げまして、ご挨拶を書かせていただきます。皆さん一緒に頑張っていき